さあ、ヴィーナスウェーブビビット久しぶりやっていきたいと思います。おや、なんか清掃な服装ですね。スカート丈短いけど、おっと、今度はなんだ、和風っぽいけど和風じゃない衣装。 あれですね、無理、絶対無理。あ、よくわかんない、置いてけぼりされてる。さ、遠征です。あ、同じ人ばっかり遠征するのもどうかな。リアリティ順ですね。フレデリカちゃん行かせて、おっとっとっと、なんかさ、この、おっと、チーム B も遠征できないか。遠征レベルを上げないと、お金を払って遠征レベルを上げないと遠征できない。さてですね、トップ画面行きましょう。イレブンスカウトじゃない、カグラミコっていうのが15日からあるみたいですね。お知らせを見てみましょう。まずですね、イレブンスカウト、あ、これ前はやってたんだ。15日、なるほど。キャラチェンジしたいんだけどな。これでもキャラチェンジできないんですよね。
さてと、じゃあどうするかな。どう、選手絞ってレアリティポイント上げていった方がいいかもね。となると、レアリティポイントを誰が上げていくかな。は、当然、リアリーポイティポイント上げたいのは、ルミですけどね。ただですね、あんまりルーミンダロイっていうのもどうかな。まあ、試合をやっていくのが一番いいんだけどね。パス特訓杯なんてやるんだ。なんだろう。パス特訓杯。ただ、初級やってもしゃあないです。中級は思い切ってやってみましょう。なんかすごそうですね。さあ、セミオートでキックオフです。抜けました。中級だと簡単にはいかない。いきなりシュート、早い。超えた、抜けた、いきなり1点。あっさり取りました。テクニカルアロマ。抜けた。さあ、2点目取りたい。ルミストライク来た。またルーミン取った。しかし、あんまりスタミナがなくなっているのは気になります。さあ、アメリカンシュート2発来ない。さあ、2発、これで
ディフェンダーか。抜け開いた。高が強いな。ナイスカット。ディフェンダーに技あるんですね。あっと思った。また捉えてる。取り返しました。さあ残り時間があんまりない。さあ雪菜ダイレクト3点目です。試合終了、勝利です。もうちょっとですね、レベルアップまで。これだと行動力が足りなくなってしまう。あえて。入ってレベル112とやってみましょう。これは超えましたね。あ、てか攻め入ってんのか。あ、いや、こちらが攻めてるんですよね。あ、捕らえた。何もできないですね、今んとこ。早くゴール前。超えられた。ダメ。シュートへ抜けられた。選手で奪われました。カルティックパス。このパスは決まったが、あれ？っていう感じです。前半戦終了か。ちょっと疲れが溜まってきてるよな。抜け合い届かない。やっぱり112はすごいな。あー、抜け合いた。テクニカルアロマ
お、中岡天文やるじゃないですか。あ、しかし、これはやばいね。831って、もうシュート、圧倒的。テクニカルアロマ、て一矢報いてほしいが、惜しくはない。おっと、レベル上がった。それでも強い相手と負けてもやった方がいいのかな。さあ、これで行動力回復です。この辺がいいのかもしれない。さあ、パスが通ったエメリーに。まあ、アメリカンシュート行くかもね。いや、ここは行った。ルーミンストライクにかけます。さあ、来た、ルーミンストライク。順当に選手でも。向こうのルーミンか。奪いました。シャーロットへ。メーカーシュート思ってるが、おっと、ここから打つのか。それは取られるわ。かわした。そしてシュート行けばよかったのに。まあ、まだルーミンストライク一発打てるんで、後半戦いきます。さあ、奪いにかかりますが、これはダメ。さあ、インターセプト、うまい。これはうまい、うまい。え、普通のシュートだよな。さあ、これはちょっと変えないといけません。チェンジです。テクニカルアロマ、これはシュート行くでしょう。行きました。3点目抜けた。すごいな、色が。インターセプト。さあ、イノセントドリブルから、時間がほとんどない。3点取るのがやっとですね、このゲームは。ボールは友達。
っぱり強い相手とやった方がいいですね。その方がレベルが上がりやすい。まあ上がっていいのかっていうのはあるんですけどね。キルミスチキサーか。OK、行ってみましょう。スタジアの規模をアップしますが、ゴールドが足りない。お、いろいろ清掃の手伝いしてくれるんですよね。ありがたい。さあ試合ですね。試合かな。リーグ戦もやってみるか。さあ今4点上げてますが、リーグ戦はやった方がいいのか。ポジションはディフェンダーか。とりあえず、今回はここまでにしましょう。テクニカルアロマ。さあ、ルーミー渡って、いきなりルーミーストライク。カットしまして、さあ誰一発したんだ。シャーロットだ。ちょっと見てめーす。でももう疲れてきてますね。ニオザカが、キャプツバ同様、結局得点力が重要ですから、取られたら取り返せばいいんですよ。なんで攻撃タイプの選手を重視したいと思います。
ミッドフィルダーが意外と少ないな。この辺とタッチかな。さあパスが当たった。もうルビンストライク3。あっとしかし嫌われた。え、シュート打ったんだ。嘘。意外なシュート。さあ、誰だ？アメリカシュート打つかもしれないぞ、これ。あ、やらないか。時間がもうない。勝利です。おっと、どうしたんだ？かわいい。やっぱり勝ち組ですね、ニートは。経験値も 30% 稼ぎました。はい、というわけで、ここまでとしたいと思います。はい、またですね、ビーナスイレブンビビットお楽しみください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。